久保さん、ひまわりです。もう夏終わりますね。夏終わっちゃいますよ。夏が終わります。いかがお過ごしでしょうか。まあ、今回ね、良かったんじゃないですかね、久保さんの動画ね、いろいろとね。まとめの前にしましょうか。まとめの間で、まあ、とりあえずやれってことですよね。思考停止したとしてもやれと、まあ、停止してでもやれっていう。最初から要は、じゃあ、 思考が動かせるのかっていうと、まあ、僕ね、10月1日に新商品で R の思考っていうね、そのほとんど、まあ、気づいたことっていうのが、そのほとんどの人がやっぱ思考を動かせない、動かせないし、動かしていないことに気づいてないし、だから トレーニングしてないんですよ。だから動かせないんですよね。だから、まあ、なんだろうな、重いバーベルを持ち上げるためには筋肉がなくても最初やるしかないじゃないですか。だから思考が動かないからできないとかじゃなくて、思考を動かすトレーニングをしていかないといけないと。とにかく動かないといけないし、動かさないといけないっていうことですね。だから最初ね、みんな動いてないし使えないんで、どうですかね。例えば利き腕ってあるじゃないですか。利き腕で、利き腕じゃない逆の手ってあるじゃないですか。じゃあ逆の手で箸をこう持ってね、ご飯を食べるってしんどいと思うんですよ。でもこれトレーニングすれば、利き腕じゃなくても左手で、まあ、僕は右手が利き手なんですけど、左手でも箸多分いけますよ。トレーニングすればね、トレーニングすればできるんですよ。だからそれをトレーニングするかしないかの問題ですよね。でそれトレーニングしないんだったら、ずっと思考停止してるし、多分なんだろうな、もう多分無理でしょうね。ただまあ、とにかくやるってことですね。思考を動かす、行動すると。思考が動いてなくても行動するっていうね。久保さんが昔ロボットのようにね、思考停止して、逆に思考停止してやりまくるみたいなね、まあ話もありましたけど、まあとにかくやらないと、ことを起こさないと、行動しないと、まあ何も始まんないし、何も変わんないですよ。いやー、夏終わっちゃいますね。いってらっしゃい。